どうも、ちょっとやっていきましょう。新年です。ここ最終戦の第6戦の川口湖ですね。今日1戦から5戦まで、まあ、全部優勝できたんですけども、このまあ第6戦、まあ、一体どうなるのかなって感じですね。川口湖、今までとはやっぱり最終戦なんで多分難易度もかなり上がっていると思うんで、いい感じで戦いでもなとは思います。ちょっとやってみましょうか。あのね、なんていう、まあ結構ルアーとかはもう全部買い出してきたんですけど、全然戦える気はしないなっていうのはあるので、でちょっとボート新調したんで、ボートだけ中ぐらいのグレードのやつにしたので、元も違って最終戦なんで、なんかトッププロみたいな感じでしょ。ほらちょっとかっこよくないですか。ほらかっこいい、青と白のね、いいカラーリングですね。で実際ちょっとバスがいるかわかんないんですけど、ちょっとやってみましょう。頑張っていきましょう。おお、かっこいい、すごい速い。このボートって自分買ったことないんですよ、今まで一番高いやつしか買ったことなくて、今回これ真ん中のグレードのやつです。音がいい音しますね。結構内容としては多分ニジマスとかが多いと思うんで、ニジマス、トラウト、ナマズが多いと思うんで、だからそんなに大きいのは狙えないと思う。あと1匹ずつ25センチ以上のをしっかり取れるかどうかっていうのがタップポイントだと思う。だからここら辺、まあ、バスがいいところはちょっと一回、ここら辺かな、手前にいるんだったらいいんだけど、いないんだったらちょっと戦うのは躊躇しますね。いやですね、ちょっと探します。ここですね。ですね、このまま釣ります。あ、いける。足に引っかかっちゃうともうちょっとまずいんで、まあ、ルアーワームか、4インチシングルテールかのドラゴンエクスプーンでいきますが、飲み込まれてる。25、もうこういうのでもうガンガン釣ってきますよ。第6戦は本当に多分純粋に技術を勝負かなっていうところが大きいかもしれないですね。まで4インチドラゴンエッグで、これでいきましょう。一応5匹集めようみたいな感じですけど、はい。でここにねちょっと魚影があるんで、ちょっと釣ってみようかなと思うんですけど、ちょっとねルアーも変えていきましょうか。ハゼドンのスプリットショットリグでいきましょう。でこれでいきますか。がいいのか悪いのか、いる？これですね。これが何なんだろうな。どうだ？食べるのか？いやー、ニジマスではないんだけどな。これがバスなのかな。バスっぽいんだよな。いやけトラウト、長さ的にトラウトっぽいな。
トラウトの魚影だとちょっと細長いんですよ。あ、トラウトだ。トラウトだ。これはトラウトっすね。競泳的に、来てて、お、バスだ、ラージバスか。そうなんだ、ここにいたんだ。やった、まさかの。全然わかんねえな。もうがっかりかな。このテンションアップ。いや、これは戦える。どうやらここにもね、いそうな気がするんですよ。いるっぽいんですよね。まあ、でこれで食いつくんだったらちょっと長時間のバトルにはなるかもしれないんですけど、釣り上げてもいいのかなと。でもこのね、これはちょっと誘導しつつがいいかもしれないですね。ここだな、お願い。ちょっとね、魚との戦いですよ。どうだ、ここは行くのか。行かないのか。多分次で合わせます。行きます。で、これでいけるでしょう。どうだ、このまま釣れるんだったらありがたい。よしよしよし。あ、やったっすよ。やっけど、しょうがない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 。これはね、しょうがない。戦える。ここはちょっとクレイジークローラーで攻めるか。今日はそうか、そういうことか。ちょっともうちょっと探します。ここにもね、いそうですね。ちょっとやってみましょう。ほら、これもバスっぽいんですよね。でもバスっぽい、じゃあバスっぽい。完全に合わせをミスった。バスだな。どうだ。おお、いいね。いいですね。あと2匹、ちょっと 300g っていうところももう少し改善できたらなと思って。もう少し探してみようか。ちょっと後ろに下がっただけじゃいないか。ここですね。探します。ここにいますね。ここにもそこそこのバスがいます。多分もしかしたら川口湖ってこういう外回りの足を狙うっていうのがポイントなのかもしれない。実際どうか分かんないけどね。けど悪くないサイズが安定して釣れるんで、この戦い方はありかもしれない。いいですね、安定してるな。もう一匹釣ったら戻ってみるか。こう探す、ちょっとね、探してみるか。もうちょっとどうやらここにもいそうですね。このバスを釣ってみて、でもう戻って計測でしょう。もうクレイジークローラーの安定化でいきます。どうだ、お食べになって。
多分初日はね結構これでいい感じの結果を残せそうなんですよね。いでいでいで、まあいい、いい、悪くない悪くない。8000か、8000だといいか。じゃちょっとこれで大会戻ってみましょう。結構もうねバスも速いんで、これボートがハイパワーですね。じゃあ戻ります。どうですかね、これで1位、多分上位には食い込んでたはずなんだよな。ちょっとウェイにしましょう。でここで2日目の戦い方だと思う。バッチリです。いきましょう。おー、これはすごいじゃないですか。まあ、全部そこそこのサイズ でリミットメイクしました。デッドフィッシュって今まで見たことないんですけど、デッドフィッシュってあるのかな、どうなんだろう。サイズ感はね悪くないですね、5匹とも。どうだ、8000に大会レコード。お、大会レコードだって。え、大会レコードなの。いや俺1万つったよね。あ、第6戦、今回の大会レコード、第6戦のレコードかな。ね、いいですね。でも1位と2位の差がどれぐらいなのかにもよってきます。それで2戦目の戦い方も、まあ、変わんないんだけどね、ちょっと心の持ちようが違ってくるな。おお、ちょっとすごい圧倒的。これさ、このままいけばもう優勝じゃないですか。もうこのままいきましょうか。頑張りましょう。いやいや、川口湖でここまで大きいのが釣れたっていうのがでかいですね。行きましょう。このままなんていう、2日目さ終わってもいいかもしれないぐらいの勢いなんですけど、ちょっとここでね、あの気を緩んでしまうのはダメなんで、ちょっとねもう第2戦目行きましょう。では頑張っていきます。バイバイ。